ドゥーム行きます。あ、マジドゥームスタイルってこと。レイケツさんね、俺がこのバルログ戦お願いしますっつったら、なんかね、エムリザートとドゥームのスタイルを。やるっつってたんだな。なるほどね。ちょっとは、あ、遠いね。そういうことだったんだね。大体ね、ドゥーンスネークのバルログの方が、まあ、多分浅いんですよ。ドゥーンスネークには悪いけど。俺が戦ったのが超昔だっていうのはあるかもしれないけど、いやでもこれいきなりこういうのやられると嫌なんだよな。OK、 マジか、まだ大丈夫だよな。おい、ドゥームのフェースになってる。よし、爪の時にねダメージを与えておきましょう。ちょっとどうなってんの。ドゥームスネークは結構なおっさんだね。ケイ、そろそろ爪いくんちゃうか。きた、オッケそう使ってきてるのは立ち技だから、それでもこれが女優法だと思うんだけど。これは爪ダメージ入ってます。え、
ガード。立ち中継 V トリガーあるとき注意なんだよな、これ。立ち中継 V トリガー。結構強いっす。これね、レバーレスだと結構踏み込んでねガードしようと思っちゃうんだよな。これも結構食らっちゃうんだよな。なんかこれ一発だけ殴って終わりにする。やべ、似たような技を使い出してきてるぞ。ループの方が全然強いだろうけど、マグロさんキラーのバルログはドゥームスネーク、ジェスターパワー、もう一人ぐらいいたね。ナッシムクロウ、あれ、よし、爪を取る。間違えてる。前田一般は立ち中盤で一発だけ殴る、届きそうだったら中中。おっ、つながってる。今はチャンス、ここはガードさせるだけでいい。よし、やっぱ立ち技が結局多いから引き台系をどこかで打つっていうのは良さそうだよな。ミーチの長い下段はないもんね。うまい。あ、そんな繋ぎ方あんの。爪は？なんで？失礼。なんか怒ったっしょ。確かになんか今食らい続けてたもんな。下が入んないとか。あ、もしくはあれか、ちょっとラグったりしてる。いける。仕業多めに。おお、よし。よし。ブレイケさんが出した。あとはやっぱ EX バルセロナの対処をちょっと考えておいた方が良さそうだな。